縄フェス来ました。ちょっとね、雨がうざいっす。一杯だけお許しをいただきました。今ね、リハーサル中、ステージのリハーサル中だよ。すごい。最悪な天気です。みんなテントの中に。もったいないね。いや、これはかわいそうだわ。あ、タコス。あ、もずくだってよ。あんたもずく食べる？なんでもあるよ。お、なんか。天気良かったらもっと良かったな、ほんとな。もうして、会いに行く、会いに行く、会いに行って、一緒に踊って、踊って、また向こうに、会いに行く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 。で、踊ると、さらに、あと水から、1、2の足から合わない。この曲に合わせて、エーサーの太鼓を、叩いていきたいと思いますけれども、まずは皆さん見よう見まねでですね、エアー太鼓と、そして作ってくれている太鼓もありますので、エーサーを見ていただきたいと思いますが、じゃあまずはですね、見よう見まねで踊ってみたいと思いますので、いいでしょうか、準備は。はい、はい、準備万端でございます。それではよろしくお願いいたします。はい、
しいかよ。来たよ。八重、八重、はい、おはようございます。八重そば三十文字の歌詞を一番一節しか歌わないです。それをまあところどころ繰り返し歌ったりとかお囃子を入れたりとかして、一曲になるんですけれども、まあ、短い曲でもまあ2分ぐらいの曲があったりとか、長い曲で25分ぐらいの曲があったりとかですね、様々ございます。だから30文字を、25分かけて歌うわけですね。なのでずっとあーとかいいとかずっと続くっていう。そうなるよな、はい、さあそれでは皆様、はい、大きな拍手をお迎えください。平川亜美からステージです。どうぞ。
Bye.
Thank you.
ゴエク先生の分取っとかなきゃ。すごいね、でもゴリが来るとは。ゴリさん、すごい。先生、ゴエク先生写真撮んなきゃ。まで聞けた。わー楽しい沖縄フェンス。盛り上がってるね。ありがとうございます。いいね。はい。本当に嬉しいね。やってまいりました先生。沖縄から来たよ。来ましたよ。いやもうこんなにね。はい。喜んで温かい拍手で迎えてもらってね。はいはい。とっても嬉しい。嬉しいですね。嬉しいんだけどね。はい。あんた方に一つ教えとかんといけんことがあるな。おお聞き取りなんですか。いいねよく聞きなさいよ。はい、はいはい。私がこっちの外でずっと待ってるのに誰一人挨拶に来ないね。それは来ないですよ。本当だったらあんた方が先に私のところに挨拶に来るべきだよ。そんなことないですけどね。私が若かったらあんた方の人生死んだめしてたよ。あっちゃめ、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日は盛り上がりなさいよ、はい、盛り上がりましょう。ありがとうございます。いいね。はい、ということで、沖縄ウェズも、なんとか雨も持っておりますので、ここからもさらに楽しんでいただきたいと思いますけども、まあ、今まではね、素晴らしい歌で盛り上がっていただきましたけども、一応、ゴエク先生もですね、なんか、一応、歌みたいなのを一応出しておりましてですね。歌みたいじゃない、歌だよ、なのでちゃんとした歌出してる、本当に知らない方もいらっしゃると思いますので、沖縄の大御所風の民謡歌手もどきですので、あまり肩に張らずにちょっとなんだこいつはみたいな感じで怒らないでいただければありがたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。誰が風よ誰がもどきよあはじゃないよ、本当に、ね、そんなゴエク先生がなんと今年の1月に天竺レコードさんからメジャーデビューさせていただきましたよ。ありがとうございます。全国デビューだよ、はい、あなた方 CD 買ったよね。もうもちろん来ていただいてますからね。それはもうね、買ったんでしょう。買ったんだろうね、買ったという人皆さん、はい、あ、はい、あ、はい、前の曲も後ろの方は1、2、3、4、5、すこなさいわや、ほぼ買ってないだろう。そうですね、引き込んできなさい、ここに。今日 CD 持っておりますんで、ぜひ皆さん、はい、この後ね、お求めいただければと思います、はい、あんたなんかタダで見て帰ろうと思ったら大間違いだからねよろしくお願いします。買って帰りなさいよ。他の皆さんもそうよ、他の皆さんのアーティストもね、そうです、ありますんで、ね、税込み2750円になってますんで、よろしくお願いします、はい、よろしくね。今日はそのアルバムの中から何曲か歌わせていただきたいと思いますが、はい、早速いきましょうか、ゴエク先生、はい、ってみよう、はい、まず1曲目、うん、1曲目は金沢炎症節2をお届けしたいと思いますので、で、ゴエク先生なんか歌いながらですね、まあ、前の方をちょっと歩いてから、うん、ゴエク先生 の幸せになれる名刺というのがありますので、はい、その名刺を配らせていただきますんでね、はい、で、名刺欲しいよという方はゴエク先生近くに来ましたら、ゴエク先生にダーって言ってください。失礼だよ。そしたらあげますからね、ダーは失礼だよ。あ、そう、沖縄でダーって言うけど、目上の人に使ったらこんなダメだよ。あ、そう、死んだ目さらに目上の人には使ったらダメです。だから、ゴエク先生には使っても大丈夫です。だからダメだろ、だから。
目上の人だろ。では行きましょうか。たがしじゃか。すいませんでした。くださいだよね。はい、順道。はい。ごゆくえいしょう、かなさえいしょうし、トゥーチャメン。Mesdames et messieurs, en vue de Paris 2024, l'éminent universel Eishonboy va chanter. Alors chantons tous avec lui. Kanasa Eishonbushi 2. Chame! Chame!私のことを先生先生って崇めてくるよね。ああいいよ、ありがたいよ、ありがたいんだけどね、本当に崇められたらちょっと困る。保育園賞は崇めるんじゃなくて少しだけバカにしなさい。チャンメ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 、死んだ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 魂じゃがわかるよね。バーじゃないよ。ごえくえいしょうやいびんのシャンメあんた方に一つ教えんだけどね、私の頭はチゲだよ、カツラじゃないよ、チゲなんだよ。あいいよ、はい、触ってごらん、触ってもいいよ。あちょっと待ちなさい、一つ教えんだけどね、触ってもいいけど掴んだらダメだからね。あシャンメシャンメシャンメ死んだ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 死しじゃがわかるよね、ワンネゴエクルの隊長やんとシャメスイ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 だって言うなって言ってるだろう。ありがとうございました。花さん以上実お届けいたしました。ありがとうございます。 ねみんなダーダー言ってたんですね。いやもう本当に失礼だからね。ありがとうございます。でもごめんね、開けられなかった人、あの後から開けるから。あ、そうですね、心配するなよ、もうあのこいつ先生この辺うろちょろしてますからね、はい、見かけて何名かというか結構、はいはい、写真撮ってる方がいらっしゃいましてですね、信じられないね。そうなんですよ。いいね、はい、芸能人は勝手に写真撮ったら絶対ダメだからね。すみません、事前に言ってなかったんで、すみませんね。わかるよね。本当事前に言えばよかったです、申し訳ないです。だけどね、はい、ごえくえ賞は取り放題だよ。オッケーオッケーみたい大丈夫みたいですよ。オッケーみたいです。どんどん撮りなさい。はいはい、オッケーみたいです。写真だけじゃなくてね、動画でもいいからね。ご予約先生の時だけですね、じゃあね、だけ OK ということで、どんどん撮って全世界に配信しなさい。もうじゃあもうぜひぜひ、いいよ撮ったらいいよ。もうじゃあもうあの、Twitter とかに番内ね写真撮ってからアップしてくださいね、はい、ハッシュタグご予約でしょう、ハッシュタグ沖縄フェスって書いてぜひアップしてください、お願いします。じゃあご予約先生の許可も得られましたんで、これからですね短い時間ですけどシャッターチャンスのコーナーを入れたいと思いますんで、これからあの曲流れていいタイミングでシャッターチャンスが訪れますんで、カシャッっていう音が流れますんで、そのタイミングがシャッターチャンスになりますんで、ぜひいい写真を撮っていただきたいと思います。ご予約先生、じゃ あの準備は OK ですかね。いいよいいよいいね。あもう前の方もいるけどね、もっと、ま、後ろの方前に来て撮ってもいいから。あそうですね、あ写真撮れる方はぜひね撮っていただいて、さあさあではでは、あご予約先生前に来てもいいよって言っても誰一人来ないですね。早く来なさい。我先に来なさいよ。また撮れる場所でね、撮れる場所で撮ったらいいさ。では行きましょうか。さあでは行ってみたいと思います。ご縁一生先生シャッターチャンスのコーナー、チャメシャッターチャンスのいいタイミングでシャッターチャンス来ますので待っててくださいね。さあそれでは行きますよ。まもなくシャッターチャンスやってきます。さあ、それでは行きましょう。はい、3、2、1、はい、シャッターチャンス。はい、まだまだシャッターチャンス
きますよ。はい、振り向き側の声を出て、どんどんシャッターチャンスに入りました。はい、じゃあこちらの皆さん、シャッターチャンスに行ってみましょう。さあ、来ました。はい、来ましたよ。はい、じゃあ次、こちらの皆さん、シャッターチャンス構えてください。はい、来ましょう。危ない危ない、気をつけてよ。はい、真ん中行きましょう。あ、はい、ピースの声を先生。はい、かわいい声ついて、レンチャン行きます。レンチャンで行きましょう。はい、どんどん乗って、飛び放題、飛び放題、どんどん乗って、まだまだ行きましょう。どんどんと、あ、動いてるね。どんどん乗って、まだまだ行きます。どんどん乗って、さあ、まだ滑ってる。滑る声ついてでしょう。滑る声、終了。ご縁弁償先生、シャッターチャンスのコーナーでした。ありがとうございました。意外と機敏な動きだったね。結構微妙な動きがあって、ああ後ろから見てたら、もう僕沖縄子供の国の猿かなと思いましたけど、誰が猿よ、ね、あんな動いてるからね、逃げ出した猿かよ、私は。ああ、ここにいた、代々木にいるんだ、あの猿だと。お前捕まえたよ、みんな、ね、違うよ。はい、写真も撮りましたかね。はい、じゃあ続いて行きましょう。続いてはですね、商売繁盛不振という曲をお届けしたいと思いますけど、まあ、これ商売繁盛不振というのは、商売は
素晴らしい。私は幼稚園生か。ね、わらわか私は。本当に大御所幼稚園としてやっておりますよね。2曲だよ。2曲で何も持ち構えよ、そんな何も。当たり前だろ。じゃあ続いていきたいんですけども、次歌の前にですね、あの五翼先生、まあ、あのこうやってね代々木にもたくさんの皆さん来ていただいてますけども、沖縄でもいろいろテレビとかラジオとか CM を出させていただいて、いろんな人たちから声かけられる機会が増えたわけですよ。大人気だね。ありがたいね。ありがたいよね。でその中でもね、あの小学生にもたくさん声かけられることが多くなりまして、そうね、で、小学生ってまあ言っても無邪気だから、うん、思ったことを何でも言うので、そこでね、小学生に五翼先生いろんなこと言われてるんですね。それで、五翼先生が小学生に言われてドゥマンギタ言葉、まあ、びっくりした言葉ですね。方言でドゥマンギタって言いますけども、このドゥマンギタ言葉をベスト3にしましたんで、ちょっとそれ紹介しましょうね。はい、では早速行ってみたいと思います。五翼先生が小学生に言われてドゥマンギタ言葉ベスト3、第3位、頭熱くない？熱いよ。夏は暑いけど、今日はちょうどいいぐらいだよ。ちょうど今日の東京ちょうどいいぐらい、ベストな感じだよ。ここでは続いて第2位、はい、お前本物か？本物よ。待って待って、どういう意味？本物ではあるだろ。確かに。続いて第1位、いつまで続けるわ？いつまでもよ。できるだけ長くやりたいよ。1秒でも。あんたなんかな、あ、そう、応援のおかげよ。需要があるかぎりさせていただきたいと思います。応援よろしくや。で、五翼先生だけじゃなくて、僕もね、いろいろちょっと声かけられることがありまして、で僕はあの子供じゃなくて大人の方が多いんですけど、五翼先生と一緒のイベントが終わって、今日みたいな時ですね、帰ろうとすると、お客さんに呼び止められて、中田が、僕がよく言われる言葉っていうのがあるので、それ紹介しましょう。これ1位しかないんで、これ紹介しますね。イベントが終わって帰ろうとすると、お客さんに呼び止められて、中田がよく言われる言葉、第1位。あれよりあんたの方が面白いよ。おい、どういうことよ。生きてる人もおかしいし、お前なんかもおかしいよ。拍手じゃないだろ、ここメイン。主役ここ。さらにね、これ僕が地元、僕沖縄の長野隣の早丸町というところなんですけど、中田がウォーキングをしている時、近所のおじさんに呼び止められて言われた言葉っていうのがありますね。それを紹介しましょうね。近所のおじさんに呼び止められて言われた言葉、第1位。この前テレビで五翼演唱を見たんだけどよ、あれはよ、マートリズムが悪いな。最悪だ。音楽やってる。さすがにね、僕も五翼先生のことこう言われたんで、このおじさんにこう言い返したようでした。言ってる言ってる。だからね、天使で違うよだ。するとおじさんがこう言いました。このままだとあんたの足手まといになるよ。誰が足手まといよ。そこで僕はこう言ってやりました。だからね、否定しなさい。あーじゃないよ。働くもあーじゃないよ。主役、最後ほぼ中田のランキングになりましたけど、そんな感じですね。でもね、今日はゲストをお呼びしました。いいよ、呼ぶな呼ぶな、呼ばんでいいよ。登場していただきましょう、ヨナハトール&小林隆史。なんか持ってるな。小林さんがなんか配ってるよ。小林君がなんかしら配ってる。何配ってるの？これ何ですかこれ？完全に小林さんの宣伝のポストカードですね。小林先生関係ないです。だから、私の時間を使ってこんなことするわけない。小林君、私の大事な30分なんだから。来ました、ヨナハトールさん、そしてボトムーム小林隆史さん。出してあげてるんだからね。今日はですね、とりあえず本物の人たちに囲まれてどうにかごまかしたいと思います。ごまかすっていうね。私も本物だよ。なんとトールさんが三振、そして小林さんギターで、五翼先生も参加していただきますよ。盛り上がるよ。いいね、いやー最高じゃないですか。偉いね。
あ、もうじゃあ行くよ、すぐ。いや、ちょっとチンダ見させてくれ。ええー、もうチンダ見、あ、もう初期の差だったら、なんかは。初期の差じゃないこっちは貴重な時間使ってんだから。チンダ見できない人が浴びらんけ。チンダミはチューナーでできるわ、チューナー機械にさせたらいいわ、トロさん何なんですか。チューナーでチンダミしてました。チューナーでしてたって、実際、ね、裏でやっとくねさ、こんなのは、小林さん大丈夫、小林さんも今チンダミ中、ギターチンダミ中ですね。大丈夫ですか、小林さん。おお、しょ待たすなよ。だって小林さん、このここに出ていただくために着物つけてきてますからね。そうね、私に寄せてくるっていうの大事ですよ。悪ふざけにも程がある。本当に悪ふざけで遊んでいただいてありがとうございます。素晴らしいよ。じゃあ早速大丈夫ですかね。はい、行きましょうか。続いての曲、こちらね、沖縄のお菓子、とってもまあうちなんちにはとても馴染みのあるお菓子ですけども、こちらを歌にしたいと思います。タンナファークル、わかりますかね。タンナファークル、はい、とってもこうみんな食べてる美味しいお菓子だと思います。こちら行ってみましょうか。はい、一応のごえごえショー、タンナファクル星シャメ。ぜいたくじゃないけど、ほら全部ある。特別じゃないけど、ほらここにある。タンナファ、タンナファ、タンナファクルクル、タンナファ、タンナファ、タンナファクルクル、タンナファ、タンナファ、タンナファクルクル。チャメ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 。そもそもわからんのだよ、この名前どんな意味か。タンナファクル、どこで切るの。短すぎて考えもしない。深くにも書いてあった、君を包む袋の表。タンナファはタマナハさん、クルーは色黒だと。あだ名クルーのタマナハさん、作ったお菓子が美味しいと評判になった。それがタンナファクルーと呼ばれない。叫ぼう君の名前、タンナファクルー、イエーイ、タンナファクルー、イエーイ。ぜいたくじゃないけど、ほら全部ある。特別じゃないけど、ほらここにある。つやめくピュア黒糖、ある描くその形状。無駄を捨て飾り拒む絶対のフォルム、息を呑むテイスト。一口食べ目を閉じれば内畑と水平線。お口の中は覚えている、水分全部持っていくよ。
最後ね、お気づきの方もいらっしゃるかもしれない。私も歌いたいんだけどね、このオンエア側が30分しか時間あげるわけよ、まあ、もっと歌ってもいいけどな。30分でも持たないから東野さんと小林さん呼んでますんでね。どういうことですか。ごめんなさい、もういっぱいいっぱいです。まだいける、まだいける。いや、そ気持ちは嬉しいけど、一言だから言えるわけよ。いっぱいいっぱいだから、小林先生。CD 買って聞きなさい。そうですね。あと一曲、最後はですね、バンシル南国の果物、グアバですね。バンシルと小雪先生の口癖、チャメオ、ミックスした歌になっております、ミスターバンシル、チャメおじさんという歌になっておりますんでね、こちらね、今まで歌った歌、そしてこれから歌うバンシル歌、もちろん、小雪先生のアルバムに全部入っております。そしてアルバムに入ってるだけじゃなくて、皆さん、全国のカラオケに五百先生の曲ほぼ全曲入っておりますんで、あるよ、ぜひ歌ってください。CD 買って聴き込んで、はい、いっぱい歌いなさい、ね、歌ってください、で次歌うバンシルの歌はですね、カラオケに入ってるだけじゃなくて、入れていただきますと、なんと曲が流れるだけじゃなくて、本人映像も出てきますので、ぜひ皆さん、また会えるね。全国どこでも私会えるよ。ジョイサウンドのカラオケで入ってますので、ぜひ歌ってみてください。歌います。はい、じゃあこのバンシルの歌、ちょっと踊りもありますんで、ちょっとだけレクチャーしましょうね。ここ、難しいと思いますけど、ミスターバンシルチャメおじさん、チャメ。ありがとうございます。ありがとうございます。最初から行きますか、これからすぐ行くよ。さあ、それでは行ってみましょう。はい、チャメおじさん、はい、チャメおじさん、ヘイヘイ、チャメおじさん、いい感じ。これ3番までありますんで、次2番いきますよ。2番、それではいきましょう。はい、チャメおじさん、やってるね。はい、チャメおじさん、ね、へいへい。ランチのデザート、バンシルのゼリー、わたんぽんぽんわたん。それではいってみましょう。はい、チャメおじさん、はい、チャメおじさん、芯がついていい感じ。混ぜそば。
ちゃなんだ、ママなんだ、なんだっけそれ、なんだっけ、ラー油の辛そばか。いや楽しかった、すごい、また来年絶対来るわね。来年もっと大勢で来たいね。それでは失礼します。